小林製薬の紅麹を原料としたサプリメントをめぐる健康被害の問題で道内でも3人がサプリメントの接種後に死亡した可能性があることが分かりました道によりますと小林製薬から報告を受けた大阪市から道内では3人が死亡し調査対象になっていると道と札幌市に連絡があったということです 札幌市によりますと、死亡した3人のうち1人は札幌市在住だということです。厚生労働省は、サプリメント摂取後に死亡したと小林製薬が遺族などから相談を受けた84人について、因果関係などを調査しています。道内では、これまでに合わせて117人がサプリメントを摂取し健康被害を訴えていましたが、死亡したとの報告はありませんでした。